い、大家好、こんにちは、シャンメイです。本日もマージマンションやっていきたいと思います。さて、ちょっとメインタスク、ちょっと待ってくださいね。ちょっとお待ちくださいね。イベントタスクをちょっと進め、あれ、反応がないよ。せっかく開いたのに。お掃除アイテム、こちら茶色の宝箱ゲット。これはね、ぜひゲットしたいよね。あ、待って、これもいけそう。かわいいラフスの大騒動。やっぱこれ上のタスク美味しいかも。大して重いタスクじゃないのにね、結構くれるんだよね。じゃあちょっと待って、イベントをね、ちょっとやりたいけども、ちょっとお待ちくださいね。なんかやりかけだった気がする気がするっていうか、明らかに何かやりかけ。多分この辺だね。多分物がいっぱい出てき、手袋のために多分物を出してて、物がいっぱいになってきて、ああどうしようかなーってところで多分止めたっぽい。そうだ、で黄金の種作ったので頑張った、作ったので入れていきます。さて、ではちょっとやりやすい、ちょっと待ってよ、ラバーカップを収めよう。ラバーカップを、この街をきれいにしなきゃ。やっぱりあれだね、ポーチライトはすごい使うね。あれ、これでまずはこのゼンマイみたいなやつを、なんだっけこれ、あ、フリズルシズル、もう君の名前はゼンマイでいい、これを収めたいのだが、ま、作りかけがなんかいろいろあったんだよね。まずはこのゼンマイ的なやつをゼンマイ的なやつを、まずこれを収める。植物を植える。これでちょっと進むはず。ペンキ缶か、これが意外と厄介なんだよね。レベル1、運要素出ないときはずっと出ない。ここはまあとりあえず置いといて、ユリを作るか。ユリ、6、5、ユリを作るよ。つい使いたくなるな。おう、で、ユリまではできた。いいぞ。そしたらユリを植える。はい。タスクが2つになった。待って、 95% から増えてないんだけど、恐ろしすぎる。待って、今タスク2つかクリアしたよね。進んでない。あー、パーセントが 1% も上がってない。やばー。
イベントだ。イベントやるんだ僕は。じゃあ上からかな。上からやるが、ちょっと待ってよ。とりあえずしまっといての、これこれ今出したの失敗だった気がする。ちょっとこれで一回置いといて置いといて、しまおうにも何しまおうかなって感じだよねこれ。ね、この辺しまっとくか。手袋こうだ。よし。でポーチライトだっけ。そうそう、ポーチライト3。ダメだ、もう。正直ラフレシアクリアできるのはいつになる？やばい、なんか2ヶ月以内ぐらいには音質行きたかっ、あのクリアまで行きたかったんだけど無理かこれ。いや確かね、5月のなんかゴールデンウィークの3日とか4日ぐらいに始めた気がするんだよね音質。7月のね3日までにはクリアしたい、かっこ願望。音質ね、思った10倍苦労してる。いや甘かったねやっぱりね、見通しが。いやなんか大変かもみたいな噂はねちょっと常々伺ってはいましたけれども、見通しというのはね常にね甘いんですよね。いやでもね、その前のさ暗号解読とかのさタスクあったじゃん、あの辺が結構やりやすかったからあれぐらいの気持ちでいたよね。アマちゃんだったね。とんだアマちゃんだぜって感じだったよもう。あれ何個だっけ？ 3 つだっけ？ 3 だね。3か。もうそろそろ切れるぞこのレベル。9が。今なんとなくあのごまかしごまかしやってるけど切れたね。あれこんなにできないもんだったっけ、数が。ギリギリ3つはできたが、こうダイヤ使ってまでな出すものでもないかな。そうこれがなきゃ青箱ゲットです。あれ上のタスク結構緩くない？ああでも洗剤がちょっとあれだけど、ポーチライトが今から2個はできん気がする。2個はできん気がするので1回ポーチライトタスクは置いといて上行こうか。まずはこれだな。いや素直にこっから出すか。できた。これとこれ、よしよし。汚れよさらば。レベル1のね
レベル1多分こっから出ないよね。これ何をドロップするか教えてほしいな。前なんかここから何が出るって出た気がするんだけど、今出なくなっちゃったよね。まあどうせね、モップとかさ、そのうち入れようになるんだ。作っといて損はなかろう。あれ意外と出ないぞ。石鹸じゃないんだよな。石鹸じゃないんだよな。今必要なものは、あ、待って、体力出してないや。使っちゃうか。一回ぐらいいいじゃろ。急に出なくなるやつ。リストに、タスクリストに上がってくると、急に出なくなる、おそらくは気のせい現象。多分、すごい渇望してるから出ないなって強く思うんだと思う。実際は多分出現率そんなに変わってないんだろうな。あ、出た。そう、多分ね、必要じゃない時は余分に感じ、必要な時は全然出ないぞ己ってなる、あの現象ですよきっと。そうだと私は信じている。マジマンションを信じているぞ。そんなまさかな。あ、そうだ、収める。ラフスが掃除を手伝えたらいいのに。猫の手も借りたいならぬ犬の手も借りたい。これね、多分ポーチライト2つが無理なので、畑の方が現実的かな。だけど多分こっちのタップ数もそんなに残ってない。どっちも切れたとき何をしますか。何をしよう。この辺しまっとくか。そろそろ切れるよ。そんな予感が強く感じられるよ。そういえばね、すごいアホなこと言っていいですか。私も昨日諸事情でね、諸事情、あ、もうアホな諸事情でね、徹夜してしまいまして、激烈眠い。諸事情でね。眠すぎて、ね、何言っとるかわからないんですけどね。とりあえずそろそろマージマンションのタップ数が回復しているはずだと思って今動画を撮り始めたけれども、激烈に眠い。待って、丸太の束一つ。いつも以上にね、もう滑舌が回ってないのはね、なんか自覚してる。よし、よしよし。で、次は歩道をお掃除。あ、これも割と緩いのに宝箱くれるし。あれ、なんか前こんなに緩かったっけ、このイベント。いや、後から鬼のようなやつが来るかもしれんけど。よし。汚れた犬は幸せな犬。また宝箱だよ。ありがたい。うへへ。
え、次も宝箱？え、でもそんなに重たいタスクでもないよ。問題はちょっとつきそうだけどね。あの、力が。タップ数がつきそうだけど。これはいいから。あとは手袋か。手袋。運要素。とりあえずどうせ当てた。ここぞという時に出るんですよ。天は我に味方したり。泥の足跡目、これでも食らえ。宝箱。ポーチライト来た。ポーチライト来た。おお、無理だ。あとはこれペンキ缶から出ないんだよな、レベル1が。どうする？ペンキ缶さえ出ればいけるから、ちょっと戦ってみるか。残りのしょっぱい体力で。ペンキ缶でもすごい出にくいくなった気がするんだよね、ペンキ缶。以前よりも。出にくくなった気がするけど、気のせいかもしれない。でもこれレベル、下を叩いた方がいいのかな？だって上叩くのがペンキ缶レベル2とか3が出そうじゃない？ドロップの確率的には上のレベルのペンキ缶が出るくらいなら、多少ドロップ品のグレードを落としてでもこのレベル4をタップした方がいいのでは説。ペンキ缶でん、全くでん。いかん、このままでは。またなんかそれこそ塗装ローラーとかできてしまう。日替わりタスクでも収めるか。ペンキ缶出ないな。あと1なんてもう何の希望もないよ。出ない。ちょっと回してていい？今どれくらいだっけ。またちょっとアプリ押したらごめん。ちょっと回すか。ちょっと体力回復していきたい。これってちょっと2つほど出しまして回そう。手袋はいつでも大丈夫。体力が欲しいかな。便器缶レベル1って本当に厄介だな、これ。だって今便器缶の箱来たけど、だ出ないでしょ。2以上しか出たことないよ。なぜか一時期ペンキ缶のレベル1ばっかり出たことあるけど、なんかなくなったね。ペンキ缶あと100体力回復して、
出なかったら今日は諦めよう。100体力でもだでもペン期間出なかったらペンキ箱からレベル1は今のところ出たことないな。あの一時期の1しか出ない時以外は多分今出ないんじゃないかな。レベル1のペンキ缶はそうなると体力の勝負になるよ。体力とタップ数勝負。問題はおそらく低レベル帯のを叩いた方がレベル1がペンキ缶は出やすいのでは。ひょっとしてペンキ缶の出現率自体が下がってるとしたらちょっとお門違いなこと言ってるんだろうと思う。体力箱なかったかな。あれどっかに体力100回復が何個かあったはず。無限を使うほどではない。いやネジとか全然使わなくなったな。なんか最近また使うイベント来るかな。貯めてあるんだけどアホほど貯めてあるんだけど、ベンチもアホほど貯めてあるけど、そろそろ多分放出した方がいい気がする。待って、赤箱って何が出るっけ。このうん、欲しいのはどっちかっていうと青い箱だな。うん、あ、ちょっとこれ欲しいな。ちょっと欲しいな。2つでいい。2つ欲しい。ポーチライトが2つ。うん、そうだ、体力がないだった。体力がない。この辺回収して出しといて、で再び回していく。来た来た来たけど、ちょっと待ってよ、まだ余裕あるな。しまっとくか。まあ39分とかあるけど使っちゃおう。でどうしまう。案外思ったより進まなかったな。で6、もうちょいなかったっけ。どうしよう、今日は使わないけど出しとくか。で、そろそろ茶色の箱とかなんか何個かあった気がするけど、ちょっと数に自信がないので置いとこうかな。もうちょっと出せるか。1個ぐらいは作れるのでは。
個はできた。2個欲しいな。これでも出しちゃうかな。意志が弱すぎる。出しちゃうかな。確か2個あった気がするんだけど、まあ明日にしよう。出すのは、出すのは明日にして、もうちょい次のものを、あ、これどうしようかな。これもね、合成したら便利なんだろうけど、今のところはスペースがきつい。いつでもきつい。うん。ポーチライトの材料もうなかったっけ？もうないのか？材料は。あーし、8って絶妙な数字なんだよね。うん、これはちょっと売る。出すぎだよね、雫が。うん、よし、ポーチライトもう一個はでも無理そうなんだよな。1個しまっとこう。どれくらい入る？あと、あ、もうあんまり猶予はないね。スペース的な。あー、ちょっともう1個はきついかな。ポーチライトの箱って在庫なかったっけ？在庫はありますか？待って、この状況で固まる、止まるのきつい。他のことができない。茶箱あったね。あったな。合体しちゃい。そしてどうしようかな。一回日替わりに収めるのもありかな。この辺で、これもちょっと日替わりに収めるか。宝箱は、宝箱じゃない、プレゼントボックスは一時置かしてもらっといて、ポーチライトの材料もうないか。なさそう。ねじ釘はいっぱいある。ベンチもいっぱいある。洗剤箱はと手袋はそこそこある。あー、これ厳しいな。ない、なさそうだな。うん。いや、次回までに作ろう。次回までに作っておく。
意外と出なかったこの残りのスペースでいける？現状ポーチライトが邪魔で、残りのスペースでペンキ缶が出ることを祈ろう心から祈ろう。スペースキッズほんとにペンキ缶が出ないな。あ、もうでももともとね、多分ペンキ缶の出は悪かったと思う。別に今日に限ったことではないっす。基本めったに出ない。出なーい。バール、あ、そうか、さっきのは収めたか。レベル2じゃない、レベル2じゃない。ここでハサミを使うのはね、多分無駄遣い、無駄遣い。出ないなぁ。ちょっと待って、100回復したのにこのざまだよ。どうしようかな、この状態で止めとくか。さすがにネジの箱2箱あるし、あとはもう出ても売ろう。売る。え、ペンキ缶出なさすぎでは。切れた。またレベル2だ。ドライバーできたな。こっちの方が出やす、いや、ちょっと使い切ってもこれ出ないかも、レベル1が。なんだけど、こんな程度のタスクにハサミとかそんな大量なものを使うわけにもいくまいて、なのに出ない。深刻な深刻な状況。よし、今日はここまでかな。何よりポーチライトが尽きたのが痛い。本来はこれをもうちょっと進めるつもりだったんだけど、ポーチライト、ポーチライトになったから3と2だね、ポーチライト。じゃあ次回までにはちょっと頑張って作っておくかな。じゃあ今日やることはこれくらいだ。多分地下っていうか袋のアイテムを回してるときはだいぶカットされてるんじゃないかなと思います。じゃあ今回はここまでにしたいなと。ご覧いただきありがとうございました。次回までにこのポーチライトのタスクなるべくちょっと作っておいてクリアできるように。そしてこの温室の方はせめてこの植木鉢を置く、これはいけるようにした状態にしておきたい。では失礼します。